みぎちゃんから一言。僕たちの友達が道路で亡くなっていたら、シャープ9910に連絡お願いします。はい、おはようございます。ね、朝動画。今日は土曜日いうことで、ポンさんね、仕事なんやけど、3連休の方羨ましいね、ほんまに。で、3連休の人多いんやもんね。ほんまいたらね、休みやったらゆっくりできるんやけどね、ほんまに。家猫のこと、ここの猫ちゃんのことでもっとしたいこといっぱいんやけど、できないという悲しい現実です。まあ、それと昨日ね、夜プレイ途中でまたね、止まって最後までね、ありがとうございます。あ、おやすみなさい言えなくて終わったわけやけど、電池が持たんね、最近ね、ほんまに。ちょっと考えなあかんね。まあ、そんな中でね、スパチャね、たくさんいただきありがとうございます。いつもいつも。それと、早速ね、連絡ね、くださって、リフォームのね、記念グッズに応募、名前決めてくださった方ね、早速ありがとうございます、連絡くださって、ね、送らせていただきますんで、ね、楽しみにしててください。トトちゃんもかわいいね。いつもこんな感じで。ね。これで、ニック首輪つけてんけど、まぁ、ちょっと長いんやけどね、切ったら、切るのもね、と思いもって。ねえ。だから、ちょっと首輪がね、これ、外れるかな？外れるようにはつけてんけど。ねえ。止めるやつやから、ちょっと心配ねえが。まあまあ、ちょっと様子見て、ね。はい、ニック。ええ感じの金と黒の首輪やな。なあ。ええねえ。こんな感じです。ニック。伸び伸びしてるね。ね、伸び伸びしてるので、ね、隣の、ね、2A の子の、ネロちゃん、ね、ミギちゃん出てきてないから、だいぶね、伸び伸びしてます、今。ね。食べた？まだ食べてないんだよ、食べよ。はい、もうちょい食べなさい。もうちょい食べよ。福ちゃん、もうちょい食べなさい。はい。ゆめちゃん食べたか。ゆめちゃん食べたね。はい、よしよし。ね。はい。あと、子猫ちゃんたちも今入ってます。ね。ご飯食べてます。はい、いっちゃん。あのちゃん。あと、なっちゃん。ね、セブンちゃんだけ入ってないんちゃうかな。セブンちゃん最近賢いからね。ポンさんがね、追いやってもこっちに追い込んできてもね、こっち来る間に向こうに行くんですよね。ちょっと電気ないね。多分セブンちゃんもこっちにおると思う。あ、おった。やっぱりここにね。セブンちゃんだけちゃうかな。おそらく他の子らはみんなこっちに。ね、追い込んでるんやけど、映ってもらうためにね。それで、こう。あ、しもた、これ、なってないや。あれ？ね、ここで、電気つけたら見えんね。ちょっと綺麗にしたけど、あ、またゴミ出てきたね。昨日ここ掃除機したのに、マイルドちゃんと、ちょびっちゃいね、あれはまた。それで、サブコロちゃんが来るかな。左一家はあれや思うけどね、マイルドちゃんと思うけど、違ったかな。おそらくマイルドちゃんと思うけど。ね。それでは、シャープちゃんがこっちの方が、北郎が、
ちゃん可愛いね。ね。はい、ふんちゃん。ね、はい、シャープちゃん。シャープちゃん。だいぶ涼しかったね、26.7度、ね、もうクーラーいらんもんね。はい、いっちゃんに左にマロン、うん、いっちゃん、よしよし、おいでマロン、マロンちゃん隠れていっきょうね、あいつ。いっちゃんはいます。ちゃんたちも穏やかだったね。もうご飯もらうまではもううるさいんですよ。これ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 タコラみたいな、ほんまに。はい、マロンちゃん、マロンちゃん、ね、こんだけやったら少ないね。太郎ちゃんと思ったね。ひらりこんだけかな。太郎ちゃん、チョビちゃんはどこ行ってんの。あ、チョビちゃんこんなのか。チョビちゃんは入ってきてるはずやん、ね、チョビちゃんどこ行ってんの。チョビちゃん、あ、チョビちゃん上おったね。チョビちゃん上に行ってました。ニック、首新しいのありがとう言うときやな。それでもう外れ、うん、まあ、これぐらいかな。なんか少ないね。ここももうちょっと増やしたいけど、なかなかね。ねえ、いっちゃん。ね、今日行ったら明日休み。ね、また、明日猫ちゃんのことでね、いろいろやります、モンさん。はい。では、ありがとうございました。以上です。ハッチーズから一言。餌やり行動だけでは不幸な子猫を増やすばかり。第一に去勢手術を行ってね。